マイナス10キロ、綺麗に痩せる佐藤すみかです。よく、すみか先生は毎日何を食べているんですか？という質問をいただくことがあります。そこで、この動画では10キロ痩せてリバウンドなしの私が毎日食べているもの3選についてお伝えしようかなと思います。もしあなたが毎日美味しく食べながら健康的で綺麗に痩せたいなとお考えであれば、ぜひ最後までご覧くださいね。今回のテーマはこちら、マイナス10キロリバウンドなし、私が毎日食べているもの3選お伝えしていきます。話の流れはこちらです。1つ目は、なぜリバウンドなしで痩せることができるのか。そして2つ目、私が毎日食べているもの3選詳しくお伝えしていきます。では1つ目の項目ですね。なぜリバウンドなしで痩せることができるのかというそのポイント、2つあるのでお伝えしていきます。まあ、ここが私のね、痩せてリバウンドなくこうやって毎日健康で楽しくお仕事ができている、まあ、ポイントにもなってくるんですよね。2つあります。1つ目は腸内環境を整える食べ物だから、そして2つ目は発酵食品だからなんですよね。それぞれ詳しくお伝えしていきます。まず1つ目の項目、腸内環境を整える、まあ、食べ物だからなんですけども、これはですね、痩せたいのであればしかも健康的で綺麗にというのがつきますけれども、あなたの腸内環境がね、整っていれば痩せ体質になれるからなんですよね。過去の私はこの腸内環境で、ね、まあ、ひどく、まあ、悪くしてまして、まあ、簡単に言うと汚してたんですよね。腸が汚れるものをいっぱい食べてたわけです。まあ、甘いお菓子とかブラッコリーものとかね、もうそんなのばっかり食べていた結果、私はやっぱり太りましたし、でまた体調不良にもすごくね、まあ、なって大変な時期があったわけですね。ところがこの腸内環境を整えたことによって、まあ、マイナス10キロ今でもずっとキープしてますし、何よりももう健康になったっていう、もうこれが一番のまあ宝物だなって思ってるんですよね。なのであなたもいかがですか？やっぱり痩せたいけれどもげっそりしたりね、もうボロボロになったりとか、そもそも不健康になって、でそうはなっても結局またリバウンドって嫌ですよね。そうならないためにはやはり腸を整えることがもう大前提になってくるんですよね。そのために必要なやはりお食事というのがあるんですね。それを私は毎日毎日もう欠かさず美味しくまあ食べているわけです。でそこにつながるポイントがこちら、発酵食品を摂ることなんですよ。私はこの発酵食品を毎日食べてます。そしてね、できれば毎食この発酵食品がね、どれか1品でも2品でもちゃんとね入ってるかなってチェックしてるわけなんですよね。でなぜこの発酵食品がリバウンドせずに、まあ、痩せることができる食べ物なのかってことなんですけども、まあ、そもそもね腸内環境を整えてくれる食べ物なんですよね。なぜかというと痩せ菌と呼ばれるね善玉菌がもう一番ね多く含まれているのが発酵した食品だからなんですよね。そしてまたこの発酵してあることですごくいいねメリットがねもう一つあるんですよ。それは何かと言いますと、腸がですねすごく楽になるんです。で何が楽ってね、仕事量が減るんですよね。そもそも食事って食べてからお腹の中で細菌たちがね発酵する作業を、まあ、仕事があるわけですよ、仕事ね。でもすでに食べる前から発酵していたとしたらいかがですか？仕事量が減るわけですね。なので例えばあなたもお仕事がね、もう今日いっぱいある行きたくないと思って会社に行ったら、先輩がね、いやもうここまではね済ませておいたからもうあと一つでねいいよって言われたら嬉しくないですか？重視しないといけないと思ったのが1で済んだら嬉しいですよね。やった、早く帰れるとか思うじゃないですか。それと一緒で腸もですね、やはり仕事量いかにね負担を減らしてあげることができるか、そこすごく大事ですよね。腸っていつもね働いてくれてますから、ちょっと休ませてってやっぱり腸だってね思ってるわけですよ。そこでしっかりとねすでに発酵してあるものを食べることで負担を減らしてあげることができますよということです。では2つ目の項目ですね、マイナス10キロ落ちてリバウンドなしの私が
毎日食べているもの3選ということで3つご紹介していきたいと思います。まず1つ目は納豆です。これはね毎朝食べてます。なぜかというと、まあもちろんね、もう今からお伝えするのは全部発酵しているものですし、大豆製品なんですよね。で、この大豆製品というのがもう脂肪燃焼効果があったり、またコレステロール値を抑えてくれたり、もう何よりも女性にとっては嬉しい女性ホルモンに似た働きをしてくれるエストロゲンというね、それに似た働きをするそのイソフラボンが入っていますから、もうこれがまたねあることで、まあ、そもそもその女性ホルモンの働きは脂肪を燃やしてくれる、悪玉コレステロールを抑えてくれる、代謝を上げてくれる、まあ、こういった効果があるホルモンをやっぱりね似た働きするわけですから、もう本当にいいですよね。そういったものをやはりしっかりとね毎朝私は摂っています。でもちろんね痩せる効果を得たいときは納豆は朝食べるのがおすすめなんですが、まあ、美容効果ですよね、お肌とかね、そういったのを得たい方は夜に食べるのもおすすめです。まあ朝と晩に食べてもいいかもしれませんよね。なので発酵してあるこの納豆を食べるとですね、先ほどお伝えした痩せ効果をゲットすることができるんですね。はい、そして2つ目はぬか漬けになります。ぬか床がねあるんですよ。で私はねジョナさんっていう名前をつけてまして、毎日ねジョナさんよろしくみたいな感じでね、もうこう毎日毎日やっぱり1日1回は混ぜてあげないと、まあ、カビが出やすくなりますからね、毎朝混ぜているんです。もうどれぐらいかな、もうほど何年も経ちましたが、まあ、入れてね足して、まあ、ぬか床作ってるんですが、私はまあ旬のお野菜も入れますけれども、やっぱ定番はね大根とかきゅうりとか人参とかピーマンとかいろいろ入れるんですよ。でこれねゆで卵も入れたりとかもねすると美味しいですし、まあ、みょうがとかね、まあ、季節のお野菜ってありますよね。夏でしたらオクラも入れてましたね、まあ、こういった形でぬか漬けを手作りで作っています。でこれがね、まあ、なかなか難しいできませんという方は、あの冷蔵庫の中でねずっとあの保存できる、私は見つけたのはねあの無印良品さんでぬか床のパークがもう売っていて、そこにつけてねずっと冷蔵庫でもいいですよっていうぬか床もあるから、まあ、皆様の生活環境スタイルに合わせたぬか床でいいと思うんで、そういったものでねまずはねぬか漬け毎日食べてみてくださいね。もうこれ乳酸菌もすごい、もう発酵食品ですから、でそもそも日本人に合ってるんですよ、うん、やはりね日本人として生まれた以上、まあ、日本人の DNA ね、昔から食べたものがやっぱり一番合うんです。ですからぬか漬けを私はね毎日食べることでしっかりと腸内環境を整えて、リバウンドなしでしかもめちゃくちゃ元気な状態を保っていることができるんですね。そして最後3つ目は味噌汁です。もうこれも毎朝毎日食べてますね。でお味噌汁も発酵食品なんですよね。もう本当日本食って素晴らしいなって思いますね。もう本当発酵したものがいっぱいあるわけです。納豆もぬか漬けも味噌汁も全部発酵してます。でまたこのお味噌汁がいいのは汁物なので満腹感がすごく得やすいんですよね。やはりその食事の時に食べ物ばっかり汁物を取らないとこう満足感がねなかなか得にくい。ところがお味噌汁を飲むと水分がたっぷり取れますから、もうそれだけでね満足度も上がりますし痩せ効果もアップする。しかも温かい飲み物ですからねすごくいいわけです。でさらにいいのがこのお味噌汁に具沢山でできますよね。お野菜たっぷり、きのこ類、海藻類で、またここにねタンパク質入れちゃってもいいと思うんですよ。お豆腐だったりどうかしたお肉とかでもいいと思うんですよ。もうそういった形でも本当ね一つの器で全部済むみたいなものが味噌汁ってすごいなって思いますから、朝お忙しい方は特にねあれこれ作れないっていう方はパパッとコンビニものを買ったりせず、もうまずは味噌汁だけでいいですから、しっかりとね具沢山のお野菜やタンパク質をたっぷり入れたお味噌汁飲んでみてくださいね。もう必ずお体特に腸が喜んでどんどん根本的に痩せ体質と生まれ変わることができますから、ぜひ召し上がってみてくださいね。はい、
この動画のまとめです。まずは毎日食べるものは腸内環境が整って、しかも発酵しているものでしたね。で、私が毎日食べているものは納豆とぬか漬けとお味噌汁とお伝えしましたが、他にもね、発酵食品ってありますので、ぜひ私の別の動画もご覧いただいて、いろんなものをね、取り入れていただければと思います。この動画のお話は以上になります。役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録していただけますととっても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。